はようございます。3日目です。今日もですねフルーツの旅行きたいんですけれども、まず朝ごはんということでちょっとおしゃれなカフェに来ました。野良倉さん、おはようございます。おはようございます。今日ですね、昨日が禁酒日だったんで、今日朝今7時ちょっと過ぎですけれども、乾杯しようかなと。そうですよ。まずは一杯も飲んでないですよね。そうですよ、はい、一杯も飲んでないですよ。ドリアンも食べたし、で今日ちょっと朝からドリアンね、昼過ぎ食べるかもしれないんで、ちょっと朝からちょっとビールを、はい、シンハーとチャン、チャン、ゾウ、はい、まあ、どちらも有名ということで、シンハー飲んだことあるんですけど、これあるかな、僕ないかな、記憶ないですね。はい、はい、ぜひ、まあ、ということで、じゃあ早速乾杯して飲んでいこうかなと思います。開けていいですか。開けてください。美味しそうに、美味しく注いでください。 OK です。はい、うわ、どうですか。いや全然わかんない、どうなんだろう。ああ、いいのかな、いいかもしれない。はい、はい、あ、いいですね。これ半分と、はい、これはチャン、チャン、ゾウさんですね。はい、はい、はい、じゃあこれとこれが野良倉さん。ありがとうございます。乾杯、はい、乾杯です、はい、いただきます。いただきます。あー、うまい。美味しいですね。それでは今日も気合い入れていきましょうか。はい、はい、張り切って楽しみましょう。うん、おー、すごいですね、はい、ポンポンってして、はい、ここでどうですか。全然わかんないです。こっちもっとだよ。変わりか、あの、味にしていいよ。いただきます。はい、どうぞ。うん、おはようございます。乾杯です。あ、うまい。いないぐらいの。いただきます。ハムではない。昨日のやつや。ジュリアンスティキーライス。あそこにパラミツがすごい高じゃん。本当ですね。本当。これ80円。80円ちょっとぐらいですかね。ありがとう。OK、Thank you。あ、うまい。痛いです。やっぱちょっと痛いですね。それ嘘、全然痛くないです。ほうずりできるぐらい、大丈夫。本当に、まあ、できるできる。本当に。いやマナオ。ちょっとこれ名前調べてきましたね。はい、はい、調べて、はい、ぜひ。どれがいいかな。これですね。最高。ジャックフルーツ、これをちょっと日本に持ち込みたいと思います。できるかな。メニューがね、英語とイラストでめっちゃ見やすいですね。あのタイの文字じゃないんで。こっちほらなんかね、あの。屋台がちょっと苦手とかいう人にも全然、うん、タイ料理もあるし、欧米料理もあるし。本当ですね。アボカド、これにしよう。アボカドのこれにします。国産アボカドが使われているのか、それとも海外産ハスが使われているのか、食べて分かる。楽しみです。ホールウィートブレッドロールバター&ジャムオムレットアボカド139バーツ。はい、アボカド、じゃあ卵焼きか。卵焼き来ましたね。オムレツですね。はい、オムレツ。オムレツがおしゃれですね。オムレツ。オムレツ。あ、言葉で言ったらオムレツ。いや、書いてあったな、オムレツって。そうだ。どこ産のアボカドかとかね。食べたら、ね、食べたら分かるんですもんね。ピンさんは。食べたらまあ分かります。いただきます。はい、どうぞ。はい、うん。国産アボカド使ってますこれ。何で分かるんですか。え、あの、いや、ハスじゃない。昨日食べた味、うん、あと、熱しても苦くない。へー、アボカドって苦いじゃないですか。あ、ハスは、あ、ハスは苦くなるんですけど、全然。西インドはじゃあ、熱を入れても苦くない。うん、おいしい。おいしい、よかった。もうこの手づかみでいきます。はい、いただきます。苦くないですね。うん、うん、おいしい。うまい。あ、おいしいですね。はい、やっぱこの品種に合った料理調理方法を説明したら売れますよね。あ、確かに、うん、こんな感じでアボカドが、国内アボカドが消費されてるって考えるとすごい嬉しいですね。いいですね、うん、じゃあエンジョイしてください。美味しいです。ありがとうございます。はい、チアス。朝からいけます。これ野良倉さんも料理が来ました。でも多分野菜だからそんなにお腹に止まらない。あ、はい、ね、ブロッコリーとかキャベツとか、あとこれは豚肉。あ、多分ビーガンって書いてあったか、全部。あ、豆腐とかか。豆腐ですかね。ビーガン料理。はい、食べてください。はい、いただきます。野菜炒め。これ今
太い麺なんですよ、パッとしゆう。あー、太い麺なんだ。はい、うん、これ美味しいですよ。これ麺です。あ、これ麺なんすか。これが麺です。すごー、うん、どうですか、タイに戻ってきたって感じします、これ食べたら。ねえ、なんかやっぱこう必要ですよね。日本人みんなで休みたい。プロパガンダ、はい、そう、みんなでプロパガンダ放送、そうですよね、はい、私あの大統領になったらもう、はい、1ヶ月みんなで休みたいですね、はい、マニフェストは、はい、3日目ですね。朝ごはん食べてビールも飲んですごく満足です。帰りますか。入りましょう、もう。嘘。はい、まあ、ということで今回ちょっとチェンマイのフルーツマーケット来ました。何があるんでしょうか。楽しみです。楽しみ。何があるんですかね、野良倉さん。夢と希望とフルーツが。ああ、夢と希望とフルーツが。夢と希望はいらないな。あ、本当ですか。フルーツだけでいいです。はい、すごいな、笑っちゃった。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。すごい、早速すごく。でもさ、このココナッツがこんな風に、ほら、1個はこの前ゲインさん飲んでて、うん、なんていうの、ね、はい、うん、切られた状態あれだけど、こんな風になんかぶら下がって。本当ですね、この身がついてるところ全部行くんだって思って、で、今から加工して、ああいう風にジュースに、ね、なっていくんでしょうね。すごいですね。あれで売られてましたもん、あの、そうだよね、袋、こう、あのお姉さんが袋入れてたやつ、あんな感じで。確かに400バーツぐらいで売られてましたね。え、あ、370とか。あ、何個か入ってですよね。何個か入って1個70とかじゃなかったですか。1個、そうですね、うんうん、僕が飲んだのは70ぐらいでした、うんうんうん、70でも相当高いですもんね、普通のジュースに比べたら。マーチンかかるよね。まあ確かに確かに、まあ、あとバナナとかですね。ココヤシ飲みます。飲まない。飲まないですか。あれはね、浮かれポンチの観光客が飲む、はい、あー、僕やん。そうですね。あ、すごい、冷たい。沖縄で育てないかな。そう、これココヤシ、初川ココヤシ。これ持ち込めると思いますよ、検疫としたら。あ、本当ですか。多分。本当に。本当にすごい。育つ、育たない。あ、育ちます、育ちます。沖縄でも全然こうやってね、あの発芽するんですよ、ココヤシ。すごい。これい、でも重たいよね。重たいですね。いいですね、でも、めっちゃいいですね。こうやってね、この毛むくじゃらを剥いたら、はい、あの白いのが出てくるんですか。あ、出てくると思います。おー、うん、マンゴーもありますね。あの辺フルーツ結構ありますね。フルーツ、ここにフルーツ市場、フルーツに特化した、はい、アボカドも。アボカドだ、すごーい、すごい、素晴らしい、すごいですね。やっぱ多いですね、アボカドも。すごい、うわー、うん、うわー、おすごい、綺麗、ね、すごいよ。おー、野良倉さん、あそこバナナやばいっすよ。かぼちゃも。バナナのさ、違いが分かる人ってそうそういないよね。あ、そうですね。おー、アボカド、アボカド、アボカド専門店ですね、あっちは。昨日アボカド食レポしましたもんね。した。美味しかったっすよね。全然なんか、ハスと違いますよね。ハスと違いますね。うわー。おー、すごい。アボカドいっぱいある。なんか昨日のと。バナナもすごいいっぱいありますね。バナナはね、全然違いが分かんないですね。あ、ごめんなさい。はい、ここだけかな。あとはもうあっち。あっちかな。うん。もしかしてでもここだけかもしれない。このエリアっていうか。このエリアはここだけかも。はい、すごいです。バナナ専門。バナナもすごいな。いろんな品種あるな。ナムナーとか。うん。ホムトンかな。あの長いやつ。ホムトン。違うかな。なんかあのよく食べるドールで作ってるのなんだっけ。あれキャベンディッシュ。あ、キャ。キャベンディッシュってこの見ないですか。キャベンディッシュではないと思います。こっち一見なんかキャベンディッシュの形に似てるけど違うんだ。あー、ちょっと似てますけど多分違うと思います。すごい。なんかこういう風にうねりがあるバナナですね。へー、うん、みんな違いが分かるかな。私全然分かんない。でちょっと行きましょうか、はい、また別のところに行きましょう、はい、でもこれやっぱアザミウマの被害なんですか。あー、そうですね、アザミウマの被害も出てますね。すごい、こんなにいっぱいアボカドあるんだ。でも昨日食べたやつさ、アザミウマの被害が一見皮には出てたけど、はい、中身どうダメージなかったですか、はい、あ、確かにそうですね、なかったです、皮だけでしたね。たどり着けなかったのかな、うん、これサトウキビかな。あ、赤いサトウキビですね。赤くないんですか、沖縄の。沖縄のやつ、あのちょっと白っぽいというか。へえ。これ赤いサトウキビですね、これスナックサトウキビって言われてるやつかも。へえ。パリパリ食べれるんですよ。
あ、中身を、はい、外身かじってなんかスナック感覚で結構柔らかいらしいですよ。じゃあ若い人はさ歯丈夫だからいいけどさ、はい、もうちょっと我々世代になると、はい、もうちょっとダメですか、うん、危険だね、はい、あ、これなんですかね、あの失礼ですか、白いのすごい、バナナの茎か、あれが利用価値があるんだ、すごい、わー、すごい力持ち、すごい力持ち、すごい、バナナの茎を運んでるみたいですね、うん、でも綺麗に剥いて何に使うんだろうですね、すごいですね、うん、葉っぱはよくなんかやなんかこの料理で、そうですよね、あの炭火焼きでね蒸す、うん、じゃあフルーツマーケットですね、朝市、朝市行きましょう、皆さんね、朝やっぱ買い出しに来るよね、本当ですね、あ、アボカド、アボカド、バナナ、こっちもバナナありますね、やっぱバナナさ違うんだね、すごい、はい、珍しいフルーツあるのかな、果たしてあるかな、コパラミツとか、あ、ランバイがあるね、ランバイありますね、コパラミツ探せるかな、サントルがある、サントルね、正しい食べ方、ビッキーさんに聞きましょう、そうですね、ビッキーさんに会ってから買いましょう、これカニステル、カニステルだ、カニステル結構あの高級ですね、あ、こっちでは、あ、だってほら、なんか値段高くないですか、確かに高いですね、あっちキロ30だけど、こっちキロ、うん、カニステル、すごいなんか色がでも濃ゆい、うん、確かに色、ちょっと濃ゆいですね、あ、ジャックフルーツ、ジャックフルーツ発見、発見、本当だ、あ、マンボウさん、我々まだランブータン食べてないから今日ランブータン食べましょう、あ、今日ランブータン食べましょうか、あったら、まあ、あるだろうな、あ、グアバ、私の愛するマナオ、マナオなんか発音難しいんだな、マナオ、マナオだけど、マナオ、マナオ、コブミカンみたいな、あ、これコブミカンですね、バイマッコ、あ、本当ですか、なんかシャンプー、身はなんかまあ、はい、食用としてよりも、はい、シャンプーとかそういうのに使うとか聞いたことあります、なるほど、レイシ、あ、リンチがありますね、レイシがありますね、すごい、朝やっぱね、関係が、朝やっぱり人が、雨も降ってないしね、今日いいですね、雨も降ってないですね、今日雨予報だったけど、ペッションフルーツ、ペッションフルーツ、カットフルーツ嬉しいですね、嬉しいですよね、うん、観光客用っていうか、あ、でも地元の人結構買ってると思いますよ、あ、本当ですか、はいはい、あの、まあ、水分補給とかちょっとおやつ的にね、はい、はいはい、紅芋みたいなね、里芋、おい、フルーツとか多いですね、そう、ここ多分その生鮮食、あ、ランブタンあった、あった、ランブタン買うか、買いましょうか、じゃあ選びますか、じゃあ選んでいいですか、もちろん、何個食べます、4つ、4つ、4つも、え、よし、ハロー、何か4つ食べれます、食べる、あの種も欲しいじゃないですか、いらないですか、ランブタンの種はいらない、あ、じゃあイシッパーか、アクエか、あー、コムか、20バーツ、イシッパーか、いくらですか、20バーツです、20バーツ、はい、これ80円、80円ちょっとぐらいですかね、ありがとうございます、キロキロラ30ハーバーか、オープンカー、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ食べますか、で奥食べます、奥で早速早速、あれですね、なんか野生動物みたいですね、もうなんか取ったらすぐ食べるみたいな、そうですね、我々持っててゆっくり食べるっていうあの選択肢もあるんですけど、どっかすぐ食べる、すぐ食べましょうすごい、もう鮮度が命ですから、本当ですか、ランブータンはこれマレー語で髪の毛とか、あ、はい、そういう意味があるんですよ、そうかもしれないですね、最後のアンが、まあ、名詞っていう意味合いで、アンはランブータンのアンが何々のものとか、あ、なるほど、髪の毛のようなものみたいな感じですね、
ランブットっていうのが多分髪の毛だったと思います。じゃあちょっとタイ語でおおって感じですね。あ、本当ですか。多分ちょっと発音違うかも。あ、いいですね、うん、うん、うまい。美味しいですか。ランブータンって、はい、種の離れが悪いですよね。おお、あ、そうなんだ、うん、やっぱライチに似てます。うん、でも沖縄で食べるよりはうまいっす。で、美味しいでしょ。うん、のろからさんもね、1個食べてもらってどうでした。美味しい、美味しい。やっぱ癖がなくていいですね、うん、これね、剥くの難しいですよね。難しくないよ殻がね、ちょっと硬いから腱鞘炎の人には大変。あ、そうか、はい、こんな感じ。美味しそう。うわ、やっぱりうまい。2個でいいって言ったけど3個目いっちゃってる。糖度計今回持ってこなかった。持ってきてないです今回は。必要ない。糖度じゃない、糖度じゃないですね。もうマレーシアじゃない、東南アジアじゃない、タイを感じるっていう感じて、はい、数値じゃない、うん、でも甘さだけじゃないですもんね、やっぱね、うん、全く嫌な味しなくてね、マイナスポイントがないですよね、うん、マイナスポイントない。タイの作物ってちょっと匂いが強いものが多いじゃないですか。うん、ドリアンとか、うん、まあ、パラミツとか、うん、サラカヤシとか、うん、ああいうものに比べてかなり食べやすいですね。食べやすい。サントルとかもちょっと臭いんじゃないですか。サントルね、うん、でも絶対ね、美味しい食べ方があるはず、うん、よし、じゃあ次に行きましょうか、はい、ランブータンの種、沖縄に来るやつは1回熱処理されてるんで、はあはあ、発芽しにくいかもしれないですけど、現地のやつは発芽するかもしれないですね、うんうん、そうですよ、チームとしては。ランブータンだから、だから種持って帰るのいいかもしれないですね。持って帰りましょう。はい、じゃあフルーツ探しの旅、もう一回市場を行きましょう、はい、行きましょう。野良倉さんが行った瞬間ランブータンありましたね。ありましたね。すごいな。いやでもランブータン、あ、かわいい。あれがすごい、ガンガン狭いところにバイクが通ってくる。あ、あっちにもランブータンある。ランブータン今やっぱ季節なんですね。今旬なんですね。さっきと同じ人じゃない？うん、あ、そうですね。さっきのお姉さんですね。さっきのお姉さんだ。これはロンコンか。ランコン。ランコン。ロンコン、ありがとうございます。ロンコンとかね、日本の人みんな食べたいだろうな。みんな、日本人みんな。で、みんな食べたいだろう。知らない人が多いと思うけどな。確かに。いやー、すごいですね。柿が朝ね、やっぱ朝が柿ありますね。朝柿、やばいですね、朝一。うん。おお。あ、桃、リンゴ？あ、リンゴですね。リンゴか。桃はあんま見たことないかも。リンゴ、なんかタイでほら取れないから、うん、あ、なんか人気みたいですよ。あ、逆に人気なんだ、うん、私たちが熱帯果樹は憧れる、うお、はい、と同じぐらい向こうでは温帯果樹がやっぱり、うん、おー、ランブタン、うん、こっち高いな。グアバもあるし。あ、グアバも。ドゥリアン。ドゥリアン。トゥランですよ。濁らないで、タイ語だとトゥリアン。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 トゥリアンみたいな。品種何かな。モントンかな。モントン。モントン。モントン。あ、モントン。あ、A034 持ってますか。サントル。あ、サントル。あ、音ですね、サントル。ちょっとなんか、形いいですね。いいですね。サントルリベンジ。サントルわたわた美味しいからな。どっかで食べようかな、買ってから。買いますか。サントル1個買おうかな。美味しいのかな。ドゥリアンすごい。ドゥリアン。うわ。ドリアンの匂いする。うわ。すごいね。あ、これランバイか。こちランバイ。マンゴー、パイナップル、ランブータン。この前の、あのサファイアなんとかのグレー、なんか緑版。あ、はいはい、長いですね。パラミツ。あ、これ安いですね。あ、ドリアン160。あっち120ですよ。ちょっとやっぱ品質なのかな。ほんとだ。サニカーン。余ったやつかな。ん？ランブータン。すごいね。
やばいっすね、うん、あそこドリアンいっぱいある、うん、すごいね、パイナップルもパイナップルでかいのもあるし、パイナップル逆さにして保存するんですね。あ、そうですね。あ、でも持ちやすいからじゃないですか。あ、そっかそっか、シンプルにそっかそっか、焦げがあるから、ね、うんうん、そうかも。おほう、すごいね、本当に絶景ですね。絶景ではい、一部の人には絶景ドラゴンフルーツとかもすごい、うん、やっぱおろしだからまとめ、まとめ買いというか、ね、で、うん、なんか自分のこの商店とかで売ったりするのかな、うん、そうかもしれないですね。屋根がついてて、ちょっと入りますか、はい、入りましょう。ちょっとなんか中央卸市みたいなところに入ります。はい、南独米マンゴーですかね。うん、はい、で、あとアッポー、あ、大きい、大きい輸入マンゴーアッポーかな、こんな感じ。あそこもあるな、マンゴスチンも美味しそうだね。すごいね、ランブータンとか。あ、黄色いメロンもありますね。あ、本当だ、すごい珍しいんじゃない。マンゴー、マンゴー、マンゴー、マンゴー。唐辛子も多分種類がいっぱいあるんでしょうね。唐辛子もね、いっぱい種類があって、あ、もうすでになんか辛い匂いがする。あ、辛い花が全部、花が全部辛かった。すごいですね、もうなんかベロの奥痛いですもん今の。もうベロですか、鼻は痛いけど、鼻の奥か。すごいね、この市場。うん、やっぱ今の時間がガンガン細いところ車通っていくな。車でね、運ばないと。うん、こういうところ運転したくないな。うん、大変だろうな、うん、すごいですね。すごいですね。じゃあサントル買って、はい、食レポ したいと思いますまたサントル食レポしちゃうんだ。サントルだいぶあれですね、はい、お気に入り。ちょっともう一回食べて克服したいです、はい、嫌な部分を。サントルの、おお、すごい、わあ、パラミツ、ジャックフルーツがすごい。あ、ジャックフルーツか、パラミツだよね、日本語で、はいはいはい、すごい、日本語名がパラミツ。すごい安っ、これで160。うん、めちゃくちゃ安い。50? 50ですね、キロ50バーツ。あ、キロか。2個買って種取りにもしますか。これどれが、それがいいですか。サントル、はい、サントル系 YouTuber。 OK か、36、はい、36バーツか。サントル買いました。懲りない、懲りない男。なんだろう、サントルに取り憑かれてしまいましたね。はい、私はもうノーモアサントルですけどマジですかもう絶対 Thank you、 Thank you。 サントルって初日に食べたハムですよね。そうですハムこれも難読米。超アナン、超アナン、超アナン。なんすか超アナン。わかんない、そういう、そういう品種なんだ。あ、品種。うん、 looks good。 バイバイ、バイバイ、パパか。はい、じゃあ、じゃあサントルゲット2個。36バーツだったんで、はい、130円ぐらいですかね。140円ぐらいか、はい、もう計算できない、じゃあ興味ないから値段は分かるやろ、換金デートは関係ない、サントルになった時点で。そう、無駄なエネルギーしたね、はい、じゃあ、はい、じゃあちょっとここゴミゴミしてるんで、はい、あの座れる場所に行って落ち着きましょうか。それかと移動します。はい、移動します。9時15分、これから苗木が売ってるところがあるんですよね。はい、はい、今はちょっとフルーツとか野菜の市場だったんですけれども、まあこれからちょっと苗木に行きます。で、なんとあの熱帯果樹系 YouTuber さんと今日はコラボができるということで、すごいよね、非常に楽しみでございます。はい、ではレッツゴー。人類の英知をさ
これでいいんですか？大丈夫です、もう物理的に理系ですよね。大丈夫です、皮食べれないんで。じゃあ、いきますよ。はい、いきます。サントル系 YouTuber なんかすごい厳しいな。やば、あ、音がすごい。はい、いきます、終わります。あ、すごい、いきます、ね、これいいですね、顔映さなくて、はい、大丈夫です。おー、おー、わあ、またまたサントルだ、色違いますね。すごい、はい、赤いね。しかも匂いもすごい、あ、匂いもめっちゃいい。嗅がない、レンブみたい、レンブみたい、もう嗅がない。いやいやいや、絶対やだサントルハラスメントだやだやだやだ、なんかハラスメントだらけ。